平安鎌倉武将紀行、和田義盛公、和田城址、かなりね広いんですよ。でちょっと今はさすがに住宅地にもなってる関係でですね、まあ、和田義盛公の居館があったところと、もともと鎌倉のですね、杉本から移ってきてですね、まあ、父親が杉本姓を名乗ってましたけども、杉本義盛、それからですねここの領地を賜ってというか、こちらの自分の治療に移ってですね、そして和田と名乗ってですね、まあ、父は和田とは名乗ってないんですけど、和田小太郎義盛と名乗ることになったと。まあ、16歳で父を失ってるということですからね、それから何十年も生きたわけですから、まあ、結構高齢の方でね、最後和田合戦の時はやっぱり若い北条義時とか、新しい台頭したですね勢力の若い人たち、三浦にしてもそうですけど、そういう人たちにやっぱり、遅れを取りたくなかったんでしょうし、まあ、その挑発に乗ったっていうのもね、どうしても和田合戦、和田の乱の最後の話になってしまうんですけども、まあ、それまでもねいろいろあったんで、まあ、こちらの地元ではですね、まあ、こちらの、まあ、お殿様っていうか武将なんで、結構この地を大事にしていたんでね、まあ、さっき懸賞費ありましたけど、やっぱり地元の方にですね、まあ、まあ不運にもですね戦には負けて、戦死したんですけども、地元の方にはですね、今非常に検証されて、いるという方になりますね。和田館はその後をとどめて、ね、この八田岡木工用に赤羽や矢作出口、まあ、お城の感じですよね。まあ、今やっぱり畑とか住宅地になってますんで、まあ、全体的なものっていうのはちょっと分かりませんけど、和田館には木曽義仲の巴御前が、義仲には義盛に預けられたと。でここで余生を送ったんですね。あ、それ知らなかったですね。ここは前通ったかな、写真だけは撮ってますね。ちょっと全然よく読んでなかったですね。ここにはですね和田城っていうその碑があるだけで、ちょっと奥は個人宅なんであまり映せないですけど、まあ、あれもですね畑とかその宅地とかになってるんで、まあ、特に何か遺構が残ってるっていうことじゃないんですが、まあ、和田っていうここは地名ですね。まあ、和田っていうのは結構明るい田んぼっていう意味っていうかね、開けた土地とかそういう意味ですよね。ちなみに群馬県上州の高崎城も和田城って言いますけど、まあ、全国にね和田っていっぱいありますけど、まあ、土地の形状とかを表した名前だと思いますよね。ちょっと和っていう字も難しい字になってますよね。はい、和田義盛公ゆかり、和田市の和田城、それと和田市居館跡でした。